貝原優さんもアジェっていうアジェ食った貝原優さんハマチあるよ。ラインナップこちらになってます。レベルが低そうやけどな。レベル低そう、うん、地方ゲーセン行っていつもそんなこと言ってたんすか。の車めっちゃサントリークラフトボスオールドブラック円熟の深みで、ゴゴティー、ゴゴの紅茶ミルクティーで、紅茶家電オレンジティークラフトボスブラック澄み渡るコク。いやこれむずいな。 ここの2つむずいな。いや、まあ、で次タリーズの抹茶が美味しい抹茶ラテ、これ外したらあかんな。一番わかりやすい。でサントリーウーロン茶で、これクラフトボスのラテ。ラテ、あ、ラテ。で次紅茶家電ロイヤルミルクティー。あ、ラテ2つあるやん。でジョージアのラテで、タリーズのミルクティー。ミルクティー3つやで。そうそう、最初に伸ばせて、でコップ、その伸ばしたコップは別途回収して、要は残ってるものから当てられないようにしたいし、うん、あれ1個1個飲んでっていいんですよね。あ、そう、あ、そう、もちろんそうです。当てる時は全部順番に飲んでっていい。あ、じゃあよかった。最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ。じゃんけん弱、俺弱いな。最初はグー、じゃんけんほい。あ、じゃんけん強いな。じゃんけん弱逆で最後にします。はい、あ、じゃあ俺2番目で。あ、じゃあ開幕ね。いいよ。飲むよ。どうぞどうぞ。B 外して。いいよ。いや、二択二択これ。まあ、飲んでから、うん。え、あ、じゃあ飲んでいい、じゃあ飲んでいい、あ、飲んでいい、そうそう、いや違う、え、これも飲んでいいの。いいよ。これです。ドグラさんはこれを答えました。はい、正解はこれで合ってます。あ、よかった。うわー、めっちゃ不安になった。難しかった。いや、違う味になってた。捨ててる時と外してる時で、うん、違う味になってる。やばいな。いや、マジで。いや、四方六方八方かな。はいはいはい。お茶。全然お茶じゃない。確かに甘い。味わってますね。え、もう当てに行ってもいいの？どっちもいいよ。飲んだやつやって思ったらもう言ってもらって。じゃあこれもらうで。うん、うん、あ、これやん、多分。え？あれ？甘い？うん、あれ？え、さっきより甘い。あれ？いや、さすがにこれやと思うんですが。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解！違う、ちょっと待って、味が違う。やろうやろう、言ったやろ。めっちゃ甘い。言ったやろ。え、全然違う、何これ。あ、じゃあもうこれも全部飲んで。これやばいな。いや、マジで味変わる。味変わるわ。どれいくか。お、これとか結構熱いと思うねんな。どう？行こう。あ、これいく？これいく？はい。甘いですね。甘い。外しますね。はい。
じゃあ1個ずつ選ぼうぜ、うん、飲んでほしいやつ。これそれは、あ、違います。あ、違う。はいはい、大丈夫です。どうぞ。違います。全部飲んだらマジでタブタブなんぞ。なるな。これでお願いします。すごーい。さすがに、さすがにか。オレンジはさすがに、さすがにか。もう匂いでわかるよね。あこの中では一番なんかすっきりしてる感じの。あ、そうやね。まあさすがにか。あ、ごめん。そもそも外す要素のないやつしか選ばれてない。まあ確かに。じゃそろそろ。まあ一周目やからね。一周目やからね。上がってこい。よし。何を選ぼうか。うん。俺が選んだ。あ、お願いします。絶対ちゃうのよね。まず味を口を壊しにかかる。ちゃう。毎回入れてる量多い説あるなこれ。紅茶家電ですね。ごめんな、お前だった。私が飲んだのは紅茶家電ではありません。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。今見ましたー。よかった。耐えた。飲むやつ、飲んでるやつは？うん、うん。私が飲んだのは午後の紅茶ミルクティーです。よかった。素晴らしい。分かったわ、違い。素晴らしい。風味が違う。風味が。分かる。ミルクでは風味が違うからね。あ、風味がね。OK。まあ普段ね、どっちを多く飲んでいるかっていうのでちょっと多少ね、あの答え分かりづらくなるかもしれへんねんけど。めっちゃ喋るやん。どれ行ったのかある。何でもいいよ。あ、おお、あ、何でもいいよ、普通やから。解読は。は？OK、OK、自信ある。自信ある。自信ある。違う。僕が飲んだのは紅茶家電贅沢絞りオレンジティーではございません。違う。はい、はい、やばい、これやと思ったけど、これちゃうわ。お、あれ違うわ。私が飲んだのは、はい、紅茶がね、ロイヤルミルクティーでは、はい、
2年ある。ちょ、もう一個も試したいぐらいやねんけど。ございません。ブッブあー、二流いや、全然、なんか紅茶の風味が違ってんけど。いや、だからそりゃ味は違うよ。そりゃ味は違うよ。目つむった時と全然違うわ。二流同士仲良くしていこうね。二流同士仲良くしていこうな。フェンまだ普通？いや、二流全二流。おいおいおい、ここで落ちたら真っ先に三流じゃあまずこれからで、ね、私が選んだのはこれではありません。これではありません。はいはい、これでーす。これだよー。メタリン来たね今。あのやっぱ目閉じてる時とあれで匂いなんかちょっと違うやんな。あれ味違う、あれってなるよね。いやそうやね、違うでしょ、マジでちゃうねん。じゃあラスト1周ぐらいいくか。じゃあ最後間違えたら、で俺らマジだらそっくりさんで、フェンリッチマジだら映す価値なしな。そう、画面がいきます。うん、画面が消えなかな。高位置とドクラになるけど。なんか笑ってる。笑ってない。おしっことか入れてないやんな。いや絶対入れてないから大丈夫。うん、なんか泡立ってるな。おしゃれてレモンティーいただきます。はい、はい、ではどうぞ開けてください。お前は俺のこと嫌いやな。ユニチュラのこれです。はい、私が飲んだのはクラフトボスブラックではありません。ドクラーン。そっくりさーん、信じてました。嘘、信じてました。味違う。いや思いますよね。お前ちゃうもんよ。いや匂いとは違う。違う、全然違う。お前ら、え、嘘、完全にやり返し。全然味違う。ショック。これ、そんなに違うんや。違う、全然味違うねんけど。え、怖いわ。嘘。じゃ俺これいきますわ。これいきますわ。これ多分これ二流三手出してください。あ、はい、はい、ありがとうございます。何でも来い。おじいちゃん。いや、ちゃう私が飲んだのはクラフトボスラーテではございません。正解。おお、めっちゃ似てた。
どういうリアクション何なの今の巡り合えた君だったのかジョージアジャパンクラフトドリップ&コールドブリューラテすっと美味しいすっきりした甘さです。でかーやったー当てるね当てたね すごいです外したら流しになってしまいます。いや、もうあの宇宙スカッチらしい、うん、もう声だけだから声グではお取りください。はい、いただきます。午後の紅茶ではありません。ビボビボビボーン。めちゃくちゃ自信が自信が。タリーズの抹茶ラテではありませんそんな迷う。いや、なんかどんどんなんか自信なくなってきます。なんか迷う。なんで飲めば飲むほどなんか自信なくなってきます。なんて読むんですかこれ。ジョージア。あ、ジョージア。びっくりしたね。ジョージアではありません。はい。ビバッ。はい、クラフト。めっちゃ目つけてるわ、どうしたよって思った。ありがとうございます。このミルクティーです。パリ。正解。わかるね。やっぱむずいのここかもね。ここにやばいんかもね。じゃあ俺一流でいいやん。そうして。はい、というわけで最終的な結果は、はい、そっくりさんのトクラさんとドクラでーす。はい、三流のヘンリッチと三流です。はい、二流のボイチでーす。このチームどうなってんの？終わりやな。とりあえず今日やって分かったのは、目をつぶったら味が分からへんっていうことが分かった。何もかも味が変わる。そうやね、うん、俺ほんまに自信あったもんこれ。あ、マジで？マジで自信あった。はいはい、フェンリッチさすがに初手まず外してくるよなとか思っていや俺普通に嘘つかれたと思ったもん普通に中に入れてちょっと時間経ったら味が変わるとかいや、あの空気に触れてるからね。うん、かもしれないけど。どうでしたか。いや、面白かったっすね。まあ、なんかテレビで見ててさ、うん、いやいや、わかるやろって思いながら見てたけど、うん、わかりません。あの10段種類ブワーって同じミルクティーがあって選ぶっていうのは、うん、もう難易度やばいなと思いました、改めて。だいぶ優しいからね、今回。そう、めちゃめちゃ優しくてこれやから、うん、はい、ということなんで、はい、新春聞き寿司聞きミルクティーでしたけど、皆さん楽しんでいただけたなら幸いです。あの後日動画でまた上がると思いますんで、またよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れです。はい、お疲れです。